はい、皆さんこんばんは。スマートシティインスティテュートの中野でございます。今日も大変お忙しいところ、このウェビナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。はい、毎度でございます。ということで、今日ちょっと私珍しくこんな堅苦しい格好してますけども、まあ、緊急事態宣言も解除されたってこともありまして、やっぱりね、外に出る機会が増えてきてますね。で、今日もちょっとうち幸い町日比あたりにちょっと仕事で行ってまいりましたけど、だいぶ人増えてますね。ここぞとばかりにっていうのもあるんでしょうけどもね、まあ、だんだん日常が戻ってきているような雰囲気は、まあ、いいことかなというふうにも思ったりもしております。はい、ということでですね、今日全体で265回目になりました。で、シリーズとしましては、スタートアップ&オープンイノベーションシリーズということで、その35回目を迎えております。今日もですね、大変面白いですね、お話を聞いていけるかなと思いますけども、題しまして、コロナ時代でも前を向き続ける Z 世代起業家のマインドセットとは、ということで、お二人のゲストスピーカーをお呼びしたいというふうに思います。株式会社ナディエ、代表取締役古城さん、それから京都大学産官学連携本部の中原さん、どうぞお二人お入りください。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それからですね、私と一緒にホストを務めてくださる MURC 杉原さん、はい、よろしくします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はちょっと若い方の活躍の話を聞けるということで、大変楽しみにしておりました。で、視聴者の皆さんですね、いつもと一緒で、チャットの機能を使っていただきまして、コメントとかですね、クエスチョンとか、それからぜひですね、古城さんと中原さんに応援のメッセージというのを書き込みをしていただければなというふうに思います。で、まずお二人のお話をお聞きして、その後ですね、皆さんからの書き込みも含めまして、ディスカッションというのパターンでやってみたいというふうに思います。はい、じゃあここからですね、古城さんと中原さんにバトンタッチしますので、どうぞお話をよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとまず私の方から資料を共有させてもらいます。ですね、それではまず京都大学の私中原の方から、最初に少し京都大学 の、 アントレプレナーシップ教育とかプログラムについて簡単に話させてもらいます。そしてなぜこの後ですね、ナディエ の、 古城社長との私がなぜ出てるのかっていうふうな話も少しさせてもらおうかなと思います。まず私なんですけども、京都大学の産官学連携本部っていう組織にいるんですが、その中で IMS 企業教育部っていうところにおりまして、まあ、よく組織の、変更が変わるような部署なんですけども、まあ、私はもう20年近く京都大学のアントレプレナーシップ教育に関わっています。で、私の今いるこの部門で、やっているアントレプレナー教育っていうのが、まあ、このような感じで、まあ、いくつかのプログラムとか授業っていうのを行っているんですけども、このエルキャス未来を作る講座っていうのが、この後お話してもらう古城しおりさん社長との出会いになりますが、このエルキャスっていうのは高大接続って言って、高校生向けのですね、これから大学に入ってもらう高校生向けのアントレプレナーシッププログラムっていうので実施してました。で、まあ、詳しい話はですね、彼女がこの後にすると思いますが、まあ、高校生に、まあ、事業を作ってもらう、ビジネスをやってもらうっていうよりは、まず課題をどういうふうに発見していくのかとか、それに対してどういうふうに解決していくのかっていうのを自ら考えてもらうっていう講座だったんですけど、まあ、なんとこの中で数名が、まあ、そのうちの一人が彼女なんですけども、実際高校生の時に起業したっていうので、今までお付き合いさせてもらってます。で、その他ですね、ちょっと入門編の方から簡単に話していきたいと思うんですけども、まあ、キャリアセミナーと京都って言って、うちの大学別に起業したいからって入ってくる子たちはすごい少ないんですけども、まあ、起業って最近スタートアップとかそういう言葉っていうのが、巷ではよく聞こえるんですけども、まあ、どんなものかな、興味がある、ちょっと興味があるなっていう子たちに、まあ、何の前知識もなくですね、まあ、いろんな起業家の人の話を聞いてみようっていう風な、まあ、キャリアセミナーっていうプログラムも、今週は月曜日の日にも今年初めてのをやったんですけども、やってまして、まあ、これがですね、60回ぐらい今続いているプログラムになります。
で、その次ですね、企業と事業創造、ベンチャー経営論ということなんですけども、まあ、このような人たちの話を聞いて、自分もちょっと企業っていうものをもう少し勉強してみたいなとか、まあ、キャリアの一つとして、就職する以外にも、自分で会社を起こすっていう道もあるんだなって子が勉強したいって子たちに、まあ、基本的には学部1年生、2年生向けに、企業と事業創造とベンチャー経営論っていうのを、まあ、前期と後期に分けて、講義形式で、まあ、単位はついてませんけども、講義形式で、勉強する会っていうのを作ってますが、まあ、こちらもですね、まあ、アカデミックの教員だけがやっているのではなくて、スターマイカ の社長である水永さんとか、まあ、実際にエンジェル投資家にされ、エンジェル投資家として活躍されているような方とかですね、まあ、今ちょっとコロナで日本に帰ってもらいますけども、実際サンフランシスコ、シリコンバレーとかで活躍されている方とか、外部の方に、まあ、今のケースとかを使ってですね、いろいろお話をしてもらうってことをやっています。で、その後ですね、ちょっと真ん中は抜いていきますけども、陰性の講義とかもいろいろある中で、その後、実際にですね、このような講義を受けて、自分たちのビジネスプランを考えて、本当にもう自分は起業していきたいっていうふうに考えている子ですね、もう教育よりももう実際にやっていきたいっていう人たち向けに、これは社会人も含めてなんですけども、技術イノベーション事業化コースっていうのと、さらにコロナ禍で優れたビジネスプラントを作ってくれる、まあ、エネルギーの高い人たちに対しては、実際メンタリングとして資金調達まで、サポートするっていうプログラムもやってまして、これはですね、学生だけではなくて、ちょっとこれまでの、企業さん、参加してもらった企業さんとかも、名前を挙げてるんですけども、このような社会人の方とかも入ってもらって、行っている事業化プログラムっていうのがあります。で、今、前期後期とやってまして、後期に関しては今、募集をしているんです。ですが、実はですね、先ほどオープニングで話していただいた南雲さんもこちらの方の受講生だったっていうことなので、もしかしたら後でこの時の話を聞けるかもしれません。で、この卒業生なんですけども、実はまあ、いろんな方が電子カルテとかを作っているような会社で、やっぱり資金調達しているところとか、まあ、なんかいろいろあるんですけども、最近ちょっとリージョナルフィッシュっていうのが、まあ、2日前にも、プレスリリースとか新聞とかでも言われたと思うんですけども、まあ、ゲノム編集でこうちょっと太ったマダイですよね。これ普通のマダイなんですけども、すごくちょっとこういうふうにゲノム編集で太らせたようなマダイとかトラフグとかを作ってたりとか、2日3日前に発表があったのは、まあ、オープンイノベーションで大林組とかドコモさんとかと組んでですね、新しくこのエビですね。エビのゲノム編集で養殖等に乗り出したような会社っていうのが、うちの卒業生で今も頑張ってくれてます。で、まあ、このような、まあ、資金調達もして成長していくような企業っていうものが、どんどん出ていってくれるといいなというふうに思って、活動しています。で、その後ですね、ここはちょっと私の部門から離れるんですけども、まだ起業はしていないけども、まあ、起業するためにもう少しアイデアを練って、資金調達できるようなところまで持っていこうっていうのいうふうな、まあ、会社といいますか、まあ、研究者等に関しましては、大学としてはちょっとギャップファンドっていうのも用意してまして、まあ、起業していなくても、まずはこの300万円、もう少し優秀なものですと、3000万円で、研究費ではなくて、実際にビジネスに向けての、準備をできるようなお金っていうものも用意してて、大学の方ではこのようなサポートっていうのをやっているっていうのが、まあ、簡単ですけども、京都大学の全体の、プログラム、アントレプレナーシップのプログラムというふうな感じになっています。もし何かまたご興味ありましたら、また個別に連絡等をいただければ、いろいろ説明してもらえると思いますし、まあ、先ほどちょっと紹介しました、これですね、事業化コースに関しましては、後期は東京の新丸ビルのオフィスの方でやりますので、ぜひ多くの企業の方に参加してもらいたいなと思います。私の方はこれぐらいで次に変わりたいと思います。ありがとうございました。しおりさん、よろしくお願いします。はい。では、私の方も共有させていただきます。はい。コロナ時代でも前を向き続ける Z 世代起業家のマインドセットということで、私は高校生の時に起業したんですけど、まあ、その中で自分が
こう今までしてきた経験とか、その中で考えていることみたいなものを今日お話しできたらというふうに思っています。はい、まず私のプロフィールから説明したいと思います。私は起業するまではというか今もなんですけど、そんなに普通の学生で、本当に普通の高校生で過ごしていました。で、先ほど中原先生から、お話があったように、LCAS っていう京都大学が主催するものに参加したことで、本当にガラッと人生が変わりました。で、2019年9月2日に、会社を登記したのですが、この時は高校2年生で、その時に会社を登記しました。で、今は、大学に通っていて、商いを体系的に学びたいなというふうに思って専攻をしています。はい。で、まず私は会社のビジョンから紹介したいなというふうに思っていて、まあ、私のマインドでも、マインドセットとしても、軸としてもあるものなんですが、枠を超えるというのを掲げています。で、誰もが自分の枠だったりとか、ここまでしかできないみたいなラインを引いてしまうことが多いと思います。で、私は特に会社を立ち上げた当時は高校生だったので、物理的に制限されてしまうこともとても多かったです。例えばクレジットカードが作れないとか、まあ、そういうこともあるんですけど、でも女子高生だからできないなんてことは、当時自分でも思いたくなくて、まあ、実際私は起業してサービスを一から作っていましたし、まあ、今は大学になったんですが、まあ、弊社としては女子中高生のメンバーもすごく多く参加してくれています。まあ、だからこそ、いろんな可能性が、女子中高生は大人が思っているよりもいろんな可能性があって何でもできるんだってことを社会に示していきたいなというふうに思っています。私自身もその初心を忘れずにというふうに思っているので、このビジョンを掲げています。はい。で、ちょっとこれは変わってくるのですが、まあ、この世の中的に、まあ、いい大学に入っていい企業に就職するって一つの、レールだったりすると思うんですね。で、最適解だと言われることも多くて、私の周りでも、なんかそういうふうなことをが当たり前だとやっぱりまだ思ってる風潮が多いと思います。で、現状の日本の教育制度だとこのレールに乗る人がすごく多いです。全然レールに乗ることが悪いって言ってるんじゃなくって、それ、自分の行きたい道とか、自分のやりたいことっていうのをしっかり見極めた上で、自分の歩みたい道を進んでいくことが大事だと思っているので、そのような社会を実現したいなっていうふうに思ってます。で、私自身起業っていうのがすごい優れた人がやる、優れた一義を持った人がやるものだと考えていたので、全然自分にできると思ってなかったので、まあそんなふうに考える人も多いと思うので、まあ、将来の自分のために行動するのに、いつからなら OK なんて関係ないじゃないですか。なんか自分の興味あることには全力で突き進んでほしいし、私自身は、その、まあ、学生企業、女子中高生の企業としての、まあ、企業家としてのロールモデルになれたらいいなというふうに思っています。はい。で、次にミッションを3つ紹介したいと思います。1つ目は、価値観を大切にするということです。で、弊社には多くの女子中高生のメンバーが参加してくれています。で、また提供しているサービスの多くも、女子中高生を対象にしたものです。で、人生でたった6年の限られたその中高生時代をもっとキラキラで、もっとキラキラして、もっと一日一日を特別で大切なものにしていきたいなというふうに思っています。で、二つ目は当たり前を変えるということです。まあ、女の子だからとか男の子だからとか中高生だから。もちろん今日来てくださってる方に中高生はいないと思うので、〇〇だからっていうのに多くの方が縛られると思うんですけれども、まあそこに縛られるのなんて面白くないよね。当たり前っていうのは、まあ、このコロナでもすごく貴重だっていうことが分かったと思うんですけど、そこに疑問を持っていこう、進化し続けよう、で、そのワクワクする未来を自分たちで作っていこうっていうふうに掲げています。で、3つ目がサステナブルな社会に貢献ということで、なんとなく学校で習って SDGs っていう言葉が世の中に言われてきて、まあ、知っているっていうふうにな段階には多くの人がなってきていると思うんですが、実際行動に移すのにはやっぱりハードルが高いですよね。ね、自分には何ができるのかっていうのを考えるきっかけに、ナディエがなっていけたらなというふうに思っています。で、ここからは私が起業したきっかけでもある、この講座について少しお話をしたいなというふうに思っています。で、私が参加したのは、この未来を作る講座です。社会の隠れた真実を探して新しいサービスを作り出すというもので、ざっくり言うと高校生向けの起業家講座です。
で、2018年私は1期生としてこの講座に参加して、半年間のプログラムだったのですが、グループディスカッションをグループになって、それぞれビジネスアイデアを考えるというものでした。実際の写真がこんな感じで、まあ、半年間のプログラムの後、私は個人型というコースにも参加したのですが、その時の写真です。で、こういうふうにディスカッションをしたりとか、まあ、発表をしたりっていうふうにして、活動というか講座を受けていました。で、ディスカッションをしながら、どんなサービスが今世の中に求められているのかを分析して、実際に起業している方々からフィードバックをいただいたりとか、まあ、今考えてもこの1年半か1年ちょっとぐらいはすごく本当に私の人生の転換期だったなと思います。で、この講座を受けた時に、一番最初に、一つのキーワードをみんな出すんですね。で、私はその時に、この個性っていうキーワードを出しました。で、この講座は身近な課題からこれまでにないサービスの立案を目指すプロジェクトなんですけど、まあ、私はこの当時高校1年生で、まあ、将来を漠然と考える時期、まあ、大学受験がちょっと見えてきたかな、大学とか、まあ、その先の未来が見えてきたかなぐらいの時期で、すごく自分に不安を持っていました。で、それこそみんなと同じでいいんだろうかっていう思いが強くて、まあ、制服ってみんなと同じものじゃないですか。そんな没個性の象徴みたいなものをすごく私はその当時、嫌で、その制服を脱ぎ捨てて自分の着たい服を自由に着られる環境を作りたいっていうので、ファッションをテーマにビジネスアイデアを考えるようになりました。で、そこで考えたものが、生きる放課後マネキンというもので、今やっているサービスの元となるものです。女子中高生向けのファッションレンタルサービスです。で、これをじゃあなんでファッションレンタルなんだっていうと、まあ、女子中高生ってお金がないわけですよね。そもそもお小遣いで生活をしているし、でもそのお小遣いって友達と遊びに行ってご飯食べたらすぐになくなっちゃうし、洋服に費やすお金ってどうしてもそうなったら少なくなってしまう。その中でもっと安く気軽に手軽にファッションを楽しみたいっていう思いが私たちの中で強かったです。で、そこでサービス内容はざっくりこんな感じなんですが、女子中高生に人気のブランドや少し背伸びをした大人のブランドの洋服やバッグを、アイテムとして貸し出して、もっとおしゃれを楽しみたい女子中高生を対象に月額2000円のサブスクを当時考えていました。で、スキームとしては女子中高生に安く服を提供する代わりに SNS 投稿やレンタル情報をもらって、それをブランドさんに提供する代わりにリースしていただく。で、中高生を対象にマーケティングしたい会社に、マーケティング情報を渡して、その代わりに PR 費をいただくというふうに。で、ブランドとしては、その洋服を実際に女子中高生が街で着てくれるわけじゃないですか。ってなったら、その女子中高生自体がマネキンみたいだよねっていうことで、生きる放課後マネキンというふうなサービス名で、やっていました。で、このサービス、一番最後に、高評価みたいなものが、あるんですが、講座の中で。そこで、最優秀賞をいただきました。で、ここで本来は終わるものなのですが、偶然投資をしてくださる方が見つかって、私たちも起業、このサービスを実現したいっていう思いがすごく強かったので、1年後ですね、2019年の9月2日に会社を登記することになりました。で、ちなみになんですが、ナディエっていうのはスペイン語でノーバディっていう意味で、誰もなんとかでないっていう意味なんですが、まあ私は私で他の誰にも変われないっていう意味と、まあ今まだ何者でもない私たちはこれから何人でもなれるっていう二つの意味を込めて、この社名をつけました。はい。で、実際これのサービスは今やっているサービスの元となるって言ったんですが、サービス化までにはこのような流れを組んでサービス化をしています。で、これをヒアリングプロトタイプサービス化っていう感じなんですけど、これを一つずつちょっと説明していけたらなというふうに思ってます。はい。これ一つ目がオープンミーティングっていうもので、ワークショップみたいなものをワンデーでやりました。実際の様子がこんな感じで、この下の写真のようにサービス説明の後にサービスの向上するためにはどういうふうにしたらいいか、実際どんな洋服が着たいとか、どんな価格帯ならいいのかとか、
オンラインがいいの、オフラインがいいのとか、そういうことを女子中高生の生の意見を聞きました。でまた、このように実際に洋服を並べて、自分の好きな服を選んで着替えてもらって、でそういう体験会を行ったりしました。で、2つ目が、ポップアップショップを、1ヶ月間原宿で開店しました。洋服を実際にブランドさんからリリースして、サービスを運営しました。で、この時は女子中高生のボランティアを募集して、平日の放課後と休日、開店をしていました。で、レンタルの他にもヘアメイクやスタイリングレッスンなど、まあ、他のイベントなども開催して、すごく、特にヘアメイクとかはすごく好評なイベントでした。はい。で、実際にこの洋服、こんな洋服を、レンタルしたのですが、こういう自分たちで、着てカタログを撮ったりというふうに、これは SNS で発信をしていたんですが、こういうすべてリースする部分からこう発信して、で、店頭に出す部分まですべて自分たちで一から行いました。で、このまんま事業化するっていうふうに、私たちも思ってたんですが、まあ、時期を見ていただければわかるように、このコロナウイルスっていうのが、やってきてしまいました。で今でもですが自粛するっていう世の中が続いてしまっていて、このレンタルサービスはあくまでも外に遊びに行くことを前提にしたサービスです。もっとおしゃれを楽しむっていうもので、例えば友達とここに行くからこんなおしゃれをしたいなっていうので借りようとか、そういうふうにやっぱりどうしても外に遊びに行くことを推奨してしまうこのサービスをこのままプッシュしていいのかっていうのはすごく迷いました。で結果としては、サービスにとらわれすぎることなく、まあ、今自分たちにできることは何かっていうのを、考えてコンテンツを作っていこうっていうふうに思って、事業を増やすというふうにしています。で実際じゃあどんな事業を今やってるかっていうと、今は主にはこの3本立てをやっているんですが、まあ、放課後マネキン、このレンタルサービスはオンラインで今は展開をしています。女子中高生向けのファッションレンタルサービスで1着5日間500円で手軽に気軽にレンタルできる。で、2つ目が、インスタグラムの運営ですね。女子中高生による女子中高生のためのまとめメディア。最近のトレンドとかを発信しています。で、3つ目は知りたい教えてファッション業界 ABC。これはウェブラジオなんですが、ファッション業界の先輩といっても、まあ、プロの方たちに、気になる質問だったりとか、まあ、どうやってその仕事をしているのとか、まあ、大学生のパーソナリティが代わりにズバズバ質問をするっていう、ラジオを展開しています。一つずつちょっと詳しく見ていこうと思うんですが、実際にこのレンタルサービスはオンライン展開をすることになりました。で、そうなった結果、まあ、場所にとらわれることなく全国から注文を受けられるっていうのがオンラインのいいところだと思うんですが、実際注文は関東圏外の人からの方が多くて、需要をここの需要を新しく見つけた気がします。でまたこのレンタルっていうものに関して、まあ、シェアという考え方で、洋服って大量生産大量消費大量廃棄っていうのがよく言われてると思うんですが、でもそれって自分でこう高いお金を払って女子高生がいいものをっていうのはちょっと難しいことだと思うんですね。で自分が着たいから使いたいから使ってたサービスが実はシェアっていう観点で考えたら環境にコミットしていたっていうそういう、観点でそう環境問題に対してのアプローチの第一歩になればいいなっていうふうに考えていたのですが、実際にそのようなご連絡を、メールをしてくれた子たちもいて、そういうこのサービスが第一歩になっているなというふうに感じたこともあります。でまた実際にホームページとかも自分たちで作っていて、女子中高生が使いやすいものだったりとか、ポップで可愛らしいものを、作っています。で、2つ目はインスタグラムなんですが、女子中高生による女子中高生のためのインスタグラムを運営しています。今流行っているものだったりとか、これから流行るであろうものを、発信をしています。先進をもっとキラキラさせるための、tips を発信しています。で、フォロワーももちろん女子高生が多くて、ストーリーなどの反応も多く、インタラクティブなアカウントになっています。で、最後に、この女子学生による、女子学生のためのファッション業界入門ラジオなんですが、まあ、ファッション業界ってやっぱりすごくキラキラしていて、私の周りでもちょっと入りたいな、興味があるなっていう学生もすごく多いんですが、まあ、そうなると、
でも実際に一般大の大学生ってなると入りにくい業界だと思うんですね。でだからこそ業界の先頭を走る、例えばプロの編集者の方とかにお話を聞いているのですが、ファッション業界の今後とか、まあ、もちろんトレンドっていうこうライトなことまでいろんなことを聞いているラジオを配信しています。でこの会社はメンバーが平均が18歳の株式会社です。でメンバーはほとんど女子高生で、高校の卒業とともにナディアも卒業していきます。で普通の会社だとずっと居続けるっていうので平均年齢が上がるっていうのがあるあるだと思うんですが、本当に常に年を取らない企業で、女子高生、女子中高生の価値観を絶えず感じることができる、社内になっています。またメンバー自身にとっても学校以外のコミュニティであることに加え、社会とつながる貴重な場になっています。高校時代ってやっぱり授業を受けるとか先生から教えてもらうっていう受け身のものが多いからこそ、ナディアでの活動として、能動的に自分の本当にやりたいことだったりとか将来どうしていきたいかっていうのを見つけていく場所になっています。で会社のマインドとして、今世の中にないなら自分で作っちゃえばいいじゃんっていう、こんなマインドなんですね。で、まあ、コロナも明けてきて、ちょっとここで急にお願いみたいになっちゃうんですが、まあ、フラッと遊びに来れたりとか話し合える場所みたいなものを作れたらいいなっていうふうに思ってます。でそれこそコテとかコスメの用品とかを置いてプレマーケができる場所になってもいいし、そのこんなものを作りたいなっていう場所をっていう思いを形にするみたいな場所を、今ちょっと都内で、探していて、なんかつてがある方がいらっしゃったらちょっとご連絡いただければと思ってます。はい、ということで今までちょっと私の話、こう今までの経験だったりとか考えっていうのを、お話ししてきたんですが、伝えたい、それをまとめて伝えようと思うとこんな感じになるかなっていうふうに思ってて、まあ、自分で一歩踏み出せるかどうかっていうのと目的を明確にするっていうことです。で私が実際に起業した時も、まあ、高校2年生で正直起業って、まあ、何をするんだろうって若干思っていた部分もありますし、まあ、コロナに入ってこのレンタルが続かないってなった中で、じゃあどうしよう、他のものをやるのかこれを続けるのかってすごく悩んだ時もありました。でもそこを一歩踏み出してみると、企業に関して言えばすごく、支援してくださる方もたくさんいらっしゃいますし、話を聞いてくださる方もメンタリングをしてくださる方もたくさんいらっしゃいました。でそんな風に一歩入ってみれば、なんだこんなことだったんだとか、もうやるしかなくなっちゃうとか自分で覚悟が決まるので、そこの一歩踏み出せるかどうかってすごく大きなことだなっていうふうに思ってます。で2つ目は、目的を明確にするっていうことで、まあ、何のために、まあ、私の場合で言うと何のために会社をやってるのかっていうのをすごく明確にすることが、することを大事にしています。で情勢がとかコロナのこの時代だからできないっていうふうになっちゃうかもしれないんですが、環境ってやっぱり一つのピースでしかなくて、何のためにやってるかっていうことに立ち返ると、まあ、ビジョンだったりとか枠を超えるとかそういうものに全部返ってくると、じゃあ今これができるんじゃないとかこんな風になれるんじゃないっていうものが見えてきたりして、自分の中ですごくポジティブにというか、じゃあ次はこれをやろうっていうものが見えてくるような気がします。なので私は今回というかこの会社を起業して、まあ、今までこう経験をしてきて、この2つをぜひ皆さんにも実践していただければなというふうに思います。ありがとうございます。はい、よろしいですか。はい、はい、どうもありがとうございました。いや、やっぱキラキラしてるね。してますか。いやすごいな。なんかあれですね、あの中原さんのこのなんていうのチームというかね、このプログラムからこういう方が出てくるのはすごいなと思いましたね。僕も昔参加させていただきましたけど、いやこれはねすごいわ。こういう人たちがどんどん出てくると日本変わるなと思いますね。本当にね、ありがとうございます。でね、ここからね、あのいつもの通りディスカッションに行くので、まず視聴者の皆さんね、送信先全員であのコメントをぜひ書いてください。もう村井もがパチ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 って書いてますけども、知ってるおじさんたちもいっぱいいるので、ぜひですね古町さんの支援も含めて、熱いエールを送っていただければなというふうに思います。でここからちょっと杉原さんに、リードをあのバトンタッチしましてお話を進めたいというふうに思います。はい、じゃあ杉原さん行きましょうか。
はい、そうですね。いや、本当、なんか、キラキラしてて、羨ましいなと思いながら見てましたっていうのが正直なところなんですけど、なんか、すごいいいきっかけを京都大学のプログラムが提供されたんだなと思ってまして、そこから少し聞かせていただきたいなと思ってます。で、結構いろんなね、大学で企業部が流行ったりというか、残ったりとか、こういう活動が全国的に見られていると思うんですけど、まあ、今回、古城さん、京都大学のこのプログラムに参加して、どんな変化があったかっていうところ、もう少し聞かせてもらえますか？もう本当に、両親とか周りからは、なんか、すごい、めちゃめちゃ変わったねって言われることがすごい多いんですけど、まあ、それはちょっと性格的な部分とかではなくて、ロジカルにまず物事を考えられるようになったりとか、それまで私結構優柔不断だったりしてたんですよ。いや、これ、やろうかな、やらないかな、迷って結局期限過ぎるみたいな、そういうこと結構多かったんですけど、まあ、とりあえずやってみればいいじゃん。失敗なんて、そんな今だったら大したことないし、とか思っちゃうんですね。なんかそういうふうに、なんか行動にすぐ移せるようになった気がします。なるほど。そのロジカルな思考って何だろう、はい、プログラムの中で学べたりするの？そう。そうですね。なんかそのサービスを作るってなった時に、やっぱりこんなものが欲しいから作りたい、じゃあ成り立たないわけじゃないですか。じゃあ本当にそれを、なんだろう、証明する根拠はあるのかとか、こう、じゃあそのために企業を巻き込むためにはどうしたらいいんだろうとか、じゃあ女子中高生にアプローチするためにはこんな風にしたらいいと思う、それって本当なのかなとか、そういうふうな、こう、ロジックっていうのが、今までのやっぱ学校生活だと、まあ、使う機会がないですよね。そこで初めて、なんか、あ、こういうふうに物事って考えるんだっていうふうに思いましたし、なんかそこの部分で大きく変わったねって周りからも言われることが多いです。なるほど。その辺はどうなんでしょう、中原先生。意識的にこう、プログラムの中で組み込まれてたりするもんなんですか？私なんですけども、私は講師をしてたわけではなくて、まあ、講師がいて、まあ、実はサポートをしてるって感じなんですけども、どちらかというと、まあ、このプログラムに、このプログラムに限らず、京都大学で私たちがやってるプログラムって、悪く言えば放置なんですよね。教えすぎない。うん。まあ、よく言えば自分たちでやってもらうってことで、スポットで、まあ、助言を与えたりとか、アドバイスを与えたりとか、で、特に彼女たちってまだ私たちよりも圧倒的に経験値が少ないから、まあ、過去のケースとかを見ながら、まあ、こういうふうなものはちょっとこのまま進めても、こういうふうな以前に失敗例があったから無理だよってことを言うことはあっても、基本的には何もしないんですが、特に私がやっぱりせっかくお客様として高校生がいっぱいいるから、何かしらこう手を焼こうと思うのを常に担当の講師に、とにかく手をかけすぎない、彼女たちの邪魔をしないっていうのを言われていて、それが彼女たちのこう自主性とかを、まあ、育ててるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なるほど、そうですね。答えを教えるんじゃなくて、その武器を持たせるみたいなところはすごく大事だなと思いますし、その武器をちゃんと使おうとしてくれた古城さんはやっぱりすごいなと思いますけど武器を使って前に進もうみたいなところはすごい感じるので、なんかそれを本当にやられたんだなと思います。プログラムに参加していた他の学生からなんか刺激を受けたりとか、逆にこう自分とは違うなと思ったりした点とかってあります？あ、もちろんです。そのプログラム20人ぐらい参加してたんですが、5、6チームぐらいありましたかね。そうですね。そこの、やっぱり、なんかライバルというか、あのチーム、今こんなこと考えてるんだ。そういうものが結構あったりして、まあ、それこそ中原先生がおっしゃったように、いい意味で放置されてるので、進み具合もバラバラなんですよ。ってなると、もう本当に、ちょっと、頑張んなきゃっていう感じでみんな切磋琢磨していた印象です。なるほど。この辺どうでしょう、南雲さんも体験されたんですよね。あれ、このプログラムじゃないのかしら。これはちょっとね、さすがに高校生向けなので南雲さんが来たらアウト見てもらえないね。あ、そうかそうか、そうでした、失礼しました。なるほど、まあ、そういう横のチームとの切磋琢磨みたいなのもいい環境なのかもしれないですよね。とはいえ、なんかこう
本当に一歩踏み出すか踏み出さないかの差って何なんだろうってやっぱりいつも考えちゃうんですよね。こんなに環境整っててこんなにプラン見焼き上がってるのになんでやんないのかなみたいなのを見てて思うことがあったりするんですけど、そのやる人とやらない人の違いって古城さんから見て何だと思いますか？なんでしょうね。でも私今立ち返ると若干の怖いもの知らず感じがちょっとあるんですけど、まあそのプログラムをやったとしても1年ぐらいなわけじゃないですか。ってなった中で、なんかそんなにもうすごくトントンと投資してくださる方が見つかって、でこんなにも自分の中でワクワク、その中でその時その当時一番それがワクワクするもので、まあ今もそうなんですけど、これをずっとやっていきたいっていう、実現させたいっていう思いが強すぎて、あんまりちょっと中原先生の前で言うのはあれなんですけど、リスクをあれですね、リスクっていう考え方をしてなかったですね。なるほど。まあどうなんだろうね、それってきっと個体差なのかしら。その辺中原さんどうですか、見ていて。何の学生見てこられたと思いますけど。そうですね、もちろん、個体差、環境っていうのが一番大きいかなと思うんですよね。ロールモデルがいるかいないかっていう風なのはすごく大きいかなというふうに思うんですけども、例えば彼女実は今一人ですけど、最初は3人でチームを組んでそこでやってるんですけど、やっぱりね、他のチームよりも彼女たちは一番ネットで調べた情報で何かを作るとかではなくて、ビジネスプランを作るではなくて、本当に最初の頃から生の声を集めてたっていうのはすごい印象的で、ちょっと大人では考えられないと思うんですけども、2週間に1回ぐらいあったんですよね。その2週間の間に手書きのアンケートを、あれどんだけ集めたっけ？750、手書きですよ。で、手書きで、その手書きのやつを打ち込んでたんですよ。そんなね、そんな手間、大人は絶対しないじゃないですか。そういうのが、やっぱりその起業するとかしないじゃなくって、その講座の中でも圧倒的に彼女たちが手間もかけてたし、情熱もあったなっていう気がしますね。なるほど。素晴らしいですね。なんだろう、そこら辺は、だから自然体でできちゃうんでしょうね、そういうことを。どうなんでしょう。でも、あれだよね、サービスがまさに彼女たちのためのサービスだったので、それは、ね、そういうことだったんですね、そこに落とし込めてたのは大きいと思います。あ、なるほどなるほど、確かに確かに、なんか社会のためにとかじゃなくて自分が欲しいみたいな。そうですね、よくやっぱりそれは学生で、大学生でも大人でもあるんですけど、ちょっと大人びたビジネスモデルを書く子っているんですよね。モデルは綺麗なんですけど、それってあなたがやる必要あるのとか、もっと他の人の方がうまくできるんじゃないのっていうビジネスモデルってやっぱりいまいちなんですけど、例えばもう彼女が中高生のためにって言ったら、少なくとも私も杉原さんも南雲さんとか絶対無理じゃないですか。勝てないですよね。それがこれが流行ってるんですって言われたら、え、そうなのかってなってしまうので、そこがやっぱり彼女たちの強みかなっていうふうに思いますね、なるほど、わかりました、ありがとうございます。なんかもう少し、じゃあビジネスの方の話、せっかくなのでもう少し教えていただきたいなと思ってるんですけど、今あれですよね、基本的にお金をいただいているのはユーザーさんからのレンタル料っていうのもあるかもしれないんですけど、企業からのマーケティングフィーみたいなのが大きいんですかね。今で言うと、レンタルを始めた時期とそのコロナの時期が丸かぶりしてしまったので、最初からどこまで大きくさせようっていうのはすごく迷っていて、正直なところを言うと、そこの企業までっていうのはちょっとまだできていないんですけど、ユーザーの声を聞きながら、今改善をしている最中です。あ、そうかそうか、なるほど、なるほど、はい、割とね、このスタートアップシリーズに出てくるスタートアップ企業の方々って、ポストコロナの何ていうか DX 後の世界観の人たちが多いので、コロナ追い風でしかなかったですみたいな人たちが多いんですけど、どうでしたコロナ。いや、女子中高生っていうのに限って言うと、本当に結構親の影響とかが強かったりするんですよね。やっぱり未成年だし、まだ実家に暮らしてる人の方が多いしってなると、外今出るのっていう風な
やっぱり圧力っていうのがどうしてもあるなっていうのは感じていて、ね、春休みの時にちょっとだけ解除されたじゃないですか、宣言が。その時にやっぱり注文があったりとかガッてきたりとかっていうのを見ると、あ、結構ここの世代で言うとこのコロナって大きいなっていうふうにその当時思いました。なるほど。でもそれを逆手にとってというか、まあ、その時間その期間考えるべきことに集中してということで、2つ他の取り組みも始められたっていうことですかね。はい。そこはどういう、こうもう少し詳しく教えていただくと、どういう経緯で考え方をチェンジするというかっていう感じだったんでしょう。本当に今自分たちができることって何なんだろうっていうふうに考え続けたのがもう一番大きくて、まあ、それこそ SNS を触る期間が圧倒的に増えたじゃないですか。 Netflix とかもそうだと思うんですけど、インスタもめちゃめちゃ増えたんですね。ってなってくるとやっぱり、まあ、この先例えばコロナが明けた後こんなことがしたいっていう情報もそうですし、まあ、今コロナ時代だからこんなことがしたい、例えば Netflix のおすすめのものを上げてみたりとか、まあ、おうち時間とかおうちカフェっていうものが、一時期すごく流行ったんですが、そういうものを中心に、まあ、じゃあもっと今の時代外に出れないけどキラキラしたい高校生生活を送るためには、じゃあどんな情報が今欲しいんだろうっていうものを考えたときに、それを発信できる場所をやっぱり作りたいなっていうふうに思ったので、そこから SNS は始めました。でラジオっていうのは、まあ、ファッション関連でやっぱり私たちは興味があるというか、やっていき、すごくファッションに興味が関心がある子がすごく多かったので、ってなった時に、まあ、私も含めちょっと将来のことを考え始める時期だったんですね。でこれからどうしていこうとか、まあ、それこそ私は大学の受験がかぶったりとかしていて、ってなった時に、まあ、じゃあ先輩に聞いてみるのが一番早いよなっていうふうにやっぱなるじゃないですか、うん、でってなったら、2、3年後っていう先輩もいいけど、聞けるんだったらトップの方とか、うん、超カリスマ編集長の人に話聞いてみたくないってなって、ラジオも始めて今やっています。なるほど、はい、いいですね。なんかそれでやっていけるところが素晴らしいなって思って。その2つのやつは SNS とラジオは今後のその事業展開とはこうどうつながっていくとか、なんか戦略的にあるのかしら。そうですね、どっちも発信っていうものじゃないですか、うん、ってなった時に、まあ、基本なんだろう、まあ、何を通してメンバーの子たちとか、まあ、それこそコンテンツを見てくれる子たちはナディエを本当に使ってほしいっていうふうに思ってて、ナディエを通して世の中を知ってほしいし、その社会を知る一つのきっかけになってほしいしっていうふうに思っているので、なんかそこの一つのこうきっかけというか、第一歩、踏み出せる第一歩になるためのことをこれからもやっていきたいなっていうふうに思ってます。なるほど。いや、うちの娘にもぜひ聞かせたいと思いながら、どうしたらいいのかしらね本当に。あ、ナディエのインスタ上げていただきました、ありがとうございます。これもなんか最初の頃はそのフォロワーの人数を何人まで増やすっていう数値目標を立てて、本当に順番に達成してたのもすごいなっていう風に感心したやつですよね。今1万人超えた。すごい、うん、すごいんですよ。本当にね、数人からだからね。うん、なるほど、なるほど。今いるメンバーの方々って、古城さんと同い年ぐらいの人があるの？それとも、年下？下ですね。なるほど。ほとんど年下です。じゃあ、ボス、本当ボス、姉さんになってきた社長だけが年取る会社だよね。そうですね。私だけが平均年齢が。私だけがプラスになっていくっていう。なるほど。なんかあれですか、マネジメントの変化みたいな感じてます？ああ、それ感じてますね。特にインスタグラムとかは、最初は私が、こんな風にしたらいいんじゃないかとかいう施策とかも立ててたんですけど、今実はこのインスタ全部高校生だけで運営をしていて、それこそ私がこう、なんだろう、インスタの統括をしていた時のメンバーの子たちが今統括をしてくれていて、下の子に
下の子というか新しい子に教えてくれているっていうさ、うん、サイクルが今特にインスタだとでき始めています。なるほど。なんかそこを社長としてはどう見守ってるんですか？ノータッチ、完全ノータッチ。京都大学のそのエルキャストをちょっと参考にしながら頑張ってます今。放置ですね。どの程度放置するかを考えてます今。なるほどなるほど。やっぱ口挟みたくなるみたいな時ってあります？はい、いやありますね。うん。中原先生とこういうふうにお話しするときに。何回かお聞きしたことがあったんですよ。どんだけ口挟まないように頑張ったことかって、何を言ってるんだろうって思ってたんですけど最近すごく分かってくるようになりました、それが。なるほど。そうか、じゃあそう、もう耐えてるんだ。そこ私もちょっと気をつけよう、娘に対しても口挟みさせないようにそうですよね。なんかやっぱり私たちが話とかいろいろ言ってしまうと、やっぱりその土地の下の子たちって、まあ、それが正しいのかなって思ったりとか、どうしてもそこがこうゴールみたいな感じになってしまって、まあ、大きく羽ばたけないようにやっぱ邪魔をしてしまうところがあると思うんですよね。でもう今の社長ももう高校生ではないので、多分彼女の感覚のこれからこんなんが流行るんじゃないかは、多分女子中高生からはもう古いって言われるんだろうなってなると、やっぱりそこをどうするかがね、彼女の会社はこれから考えなければいけないところかなと思うんですよね、うん、なるほど。まあそうですね、ビジネスの領域的にその女子高生の視点っていうのが重要なので、彼女たちに任せていくっていうところができないといけないんでしょうね、うん、なんかうちも私のウェブメディアがあるんですけど、それほとんど大学のインターン生に任せていて、全部取材から大学生にやってもらってるんですけど、結構もう口挟みたいポイントが、ね、ってなんかありますよね、はーとかそうそうなんですよね。クオリティを担保しなきゃいけないし、どうしようかなみたいな、すごい悩むんで、ちょっと聞いちゃいました、個人的に。なんか、南雲さんからもありますか、ビジネス面での。はい、なんかね、ビジネス面というよりも、まあ、古島さん見てて思うけど、なんていうの、こう、気の滞りがないって言った言い方がいいかって分かんないんだけど、素直だよね。ストレートにこうエネルギーが発散されてる感じがするから、やっぱりそういうやりたいことをやるっていうのが一番なんだろうなっていうのが第一印象かな。うん。でやっぱりなんて言うんだろう、早くやってよかったね、うん、うん。それはもうな、後から、いや、なんていうのか、大人になってからっていう言い方が正しいかどうか分かんないけど、やっといてよかったなって思うね。でね、あとはもう一つはやっぱり、僕もよく言われるんだけど、南雲さんどっかでトロピカライズされてるんじゃないのって、僕ブラジル育ちだから言われるんだけど、そういうこうトロピカライズって僕はいい意味で言ってるんだけどね、こうなんていうの、ラテンのノリっていう感じで、こうちょっとサンバ踊っちゃいましょうみたいなところもいいかなと思って僕見てました、うん、サンバは踊らないと思うんですけど。そうね、分かりました。なるほどなるほど、そうですね。いや、私もちょっとここから聞きたいなと思ってたのは、やっぱりとはいえね、年代を重ねて経験値も増えていく中で、自分が古城さん自体も見えてくるこの視点、視座が変わってきてるんじゃないかなと思っていて、そのなんか視座の変わったポイントとか、もし自分で自覚しているところがあればぜひ教えていただきたいなと思ってました。どうなんだろうどうなんだろう、振り返ってみて、なんか ないですか、変わってること。あれじゃない、大学選ぶときとかには今回の経験とかなかった、こっちにするかこっちにするかとか。いや、それは大きくありましたね、確かに。うん、大学、私は商学系の学部を選んだんですけど、それも本当に最初理系に進もうと思ってたぐらいなので、もう本当にそこは大きく変わりましたし、視点で言うと、まあ、さっき、まあ、下の子たちがこうどんどん成長していくっていうのが大きく、なんか自分でも、あ、変わってるなって思う時ですかねなるほどね。なんか彼女たちが今こう考えていることとか、こうしたらいいんじゃないかっていうことが、まあ、あの時自分が思ってたなとかもあったりするので、なんかそういう部分はやっぱり自分の中で、まあ、伝え方だったりとか、こういう考え方をしたらこううまく伝わると、今の彼女の考え方と、まあ、私の経験が
うまくミックスされて、もっといいものができるなって思ったりとかっていう、ちょっと視点が一つのものを見るときに、まあ、一方向でしか見てみなかったものが、経験をしたこととか、まあ、いろんな人と関わるようになったことで、いろんな方向から見えるようになったっていうのは一つあるかなっていうふうに思います。なるほど、素晴らしいですね。なんか最速で成長してる感がありますね。ここはあれですかね、チャットの方があまり賑わってないのかもしれないけど、いくつかいただいて、でも厳しめの質問が来てるわ私に。まず最初ね、水山さん、素晴らしい試み、プレゼンありがとうございました、我々世代には思いもよらなかった覚醒の感がありですねというコメントですね。はい。村井門、答えを教えるのではなく武器を与える見習いたい、ずいぶんあなた武器持ってるし大丈夫です村井門さん。そうなんですね。それから、うちの土屋さんすごいですねという感激の声ですね。それから東谷さん、うん、女子中高生対象であると情報量が膨大かつ変化がダイナミックで面白いだろうなと思いました、ナディエが社会への架け橋になりたいって素敵ですね、頑張ってくださいっていう、ね、ありがとうございます。それからね、柳原さん、中原先生にということで、ご活動をご貢献に敬意を表します。一つは気になることをご質問します。これは京都大学として税金を使ってしていることなのですかというご質問です。まあ、どこの部分までかっていう、あの質問されてるかちょっとわからないんですけど、最初の彼女たちの講座に関しては、あれは半年かな、まあ、3ヶ月ぐらいですかね、それに関してはあの文科省のプログラムとしてますから、まあ、いわゆる皆様方からいただいた税金になりますよね。で、まあ、その後の活用等に関してはあの、まあ、何かこう質問が来たらそれに対して私が答えるとか、誰かを紹介するとか、例えば今回のような機会があったらあの社長に出演したらどうかとか、そういうのはもうそれからはみ出たプログラムって、プログラムというかもう活動からはみ出た分になりますので、最初のものに関しては税金です。でその後は、まあ、私だけじゃなくて、まあ、皆様方の行為とかで彼女たちのサポートをしているっていう形かなと思います。はい、うん、はい、ありがとうございます。まだまだご質問いただければと思います。最初のところに戻っちゃって良いでしょうか。なんかビジョンの枠を超えるっていうところ、私も昔ですね掲げていたことなので、すごく親近感があって共感できたんですけど、あの私いつも思うんですけど、まあ、自分にも言い聞かせてるんですけど、私学生だからとかインターン生だからとか、あのまだ社会人1年目だから、部長だから課長だからって言ってる人って一生伸びないと思っていて、あの勝手に自分の枠を超えておせっかいだけど考えちゃうとか、あの経営者になったつもりで考えてみるとか、まあ、やりゃいいと思うんですよね。なんかこれに年齢ってかあんま関係ないなって思ってるんですけど、なんかその辺で、まあ、フルジョーさんできて、それができていらっしゃると思ってるんだけど、その自分でできたタイミングとか、そういうのを意識してしたタイミングとかがあったら教えてもらえますか。そうですね、でも私的にはもう、まあ、プログラムの間は、まあ、やっぱり学生向けのものだからっていう風に思ってた部分があったんですけど、やっぱり実際に会社を起こすってなると、もうそんなん関係なくなるじゃないですか。まあ学生だからって見てくれる、まあ、人もいるかもしれないけど、まあ、正直そんなの関係なくて、あの利益とかと関わってくるとそんなの、まあ、全く関係なくなってくるわけですよね。ってなった時に、まあ、やっぱりそこは自分の中で越えていかなきゃいけない壁だなっていうふうに思ったのがきっかけですし、まあ、今こう特にインスタとかだと下の子たちがやってくれてるっていうふうにさっき言ったんですけど、まあ、その子たちからのこうフィードバックって、いやそれ別に聞いてないよなんてことってないじゃないですか。全てある意見ってその時に自分が持ってなかった意見だったりもするので、考えだったりもするので、それって全部すべて大事なものだし、自分としても受け入れていかなきゃいけないものだし、なんかそれをこう求めていない人なんていないと思うから、やっぱりそうやっていうふうにそうやって考えると、そこの枠を超えるっていう、自分のラインを決めないっていうのは、すごく自分の中で大切にしている軸になってます。なるほど。ちなみにそのメンバー、その入れ替わりがあるっていう話もあったので、そのメンバーの熱量とかそのビジョンへの共感とかを保っていくっていうのも結構大変そうだな
と一発旗からすると思っちゃうんですけど、その辺うまくやられているやれている理由って何でしょう。何なんでしょうね。一番最初にまあお話はするんですけど、今のところみんなそれを考えてくれてますね。すごく、まあ、やっぱりでもこの同学年っていうのが大きいのかなっていうのは思いますね。うん、まあ、そんなに年齢差が言うて、まあ、あったとしても4個差なわけじゃないですか、うん、ってなったら、まあそれもう流行ってないよとか言われることもあるんですけどまあ感覚的にはでもやっぱり、まあ、同年代っていうくくりなので言いやすいのかなっていうふうに思いますし、そこの中の結構対話みたいな部分は大事にしています。なるほど。もしこの、はい、メンバー入ってくるときにお断りするってこともあるんですか。どうやってメンバー 採用っていうのをしてるの。あ、選考をしたりしていますね。そのどういうマインドで、はい、ラディエとしてのこう考えと、まあ、どのぐらい、やっぱそこが合ってないと、まあ、いくらこう社会との架け橋になりたいといえど、私たち自身も彼女たちにとって良くないものに、その、うん、障害になったりはしたくないので、そこの部分はちょっとちゃんと、まあ、マインドが合ってる人というか、まあ、一致するっていうところはちょっと見て、じゃあ一緒にやっていきましょうっていう話をしています。なるほど。それすごい難しいと思うんだけど、うん、そんなに難しくない？どうなんでしょう。今のところはすごくいい子たちが参加してくれてるので環境に感謝 しているばかりです、はい、あれなのかしらね、なんかこういうのを共感してこういうの入りたいなって思ってた人たちが目指してくるみたいな感じなのかな。そういう循環ができてるのかしら、うん、そう慣れてたらすごく嬉しいです、ね、そうですね。だから結構私たちから見てると、大学生のサークルとかって基本的に同じコンセプトでずっと何年も続いたり、あのイメージが少しあるかなって感じはしてるんです、うん、なるほど、なるほど。そうなのかもしれないですね。まあいいメンバーが続いているということですごく羨ましい ね、いい 場になってるよね。場作りに成功してるんだね、きっとね。サークルっていう表現が出てたけどね。あ、そうですか、ね。居場所になってるね、きっとね。確かに、確かに。で、その、だから、選んだ領域とか、まあ、テーマがいいんでしょうね。っていうのもあるんでしょうね。そうですね。女子高、中高生たちがこう、今、自分ごととしてすごく取り組みたいテーマですよね。そのファッションに関することとか、ね、トレンドに関することとか。合ってるんでしょうね。この先ってそのミッションの枠を超えていくっていうところで言うと、どん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 自分の枠を超えていくんだと思うんですけど、事業という観点でのなんかゴールみたいなのって少し見えてきたりしてるとこあるんですか？どうなんでしょう。事業としてのゴール、ナディアとしてなりたい姿っていう感じでいいですか？めちゃめちゃざっくりになっちゃうかもしれないんですけど。いえいえ。としてはもう本当に、まあ、この世代ってやっぱり世の中に出るということがやっぱりずっと消費者っていうのが、この世代の通常だと思うので、うん、まあ、実際にサービスを提供する側とか考える側に一歩立ってみると、まあ、見えてくる世界って全然変わってくるし、まあ、その後の視点って全然変わってくるじゃないですか。なんかそういうやっぱその視点ってなんか私的には早くても全然いいのかな、その時期とかって関係ないのかなっていうふうに思ってて、まあ、そのいろんな視点を広げるためのコンテンツだったりとか、まあ、それこそメンバーの活動によって、まあ、その視座が変わっていくだったりとか、自分の経験になるとか、なんかそういう経験を伝えれる会社になれたらいいなっていうふうに思ってます。なるほど。そうなっていくと、まあ、さっき少し、ね、お願いがさすがだなと思ったのは、はい、お願いを挟み込んでましたけど、なんかスペース貸してくれそうなところと連携したいみたいな話があって、まあ、ああいうのも、まあ、どちらかというとファッションとかコスメとかそういう女子高生ターゲットの領域だったりすると思うんですけど、古城さんがどんどん大人になっていくに従ってなんかやっていく事業の枠も超えていくのかなと
いうところも。そうですね。ファッションっていうことに最初やったのは、私たちがそのファッションに興味があって、まあ、やっぱ中高生っておしゃれに興味を持ち始める時期で、まあ、そのことについて授業をやりたいって思いがあったからこそ、まあ、ファッションっていう一つ枠組みが見えてると思うんですけど、まあ、全然そこの枠組みにこだわってるわけではなくて、まあ、そこの枠を超えていろんなもっと他のこと、今別のちょっとあそこには書いてなかったんですけど、 SNS のマーケティングとかもやったりしてるので、そんな風に自分たちができることとか、まあ、私たちの方がうまくできるんじゃないみたいなことをどんどん広げていけたらなって思ってますなるほどなるほど、恐ろしいですね。わかりました大事ですよねそれね。あ、工藤さんから一ついただきました。授業の対象を男子中高生に拡大することは考えたことがありますか。最近おしゃれな男子を見かけることが多いので考えてましたということです。考えたこと正直あります。あるんだ。はい。ただ女子中高生に絞ったっていうのは、私たちが女子高生だったっていうのもありますし、なんか、まあ、肌感として分かりやすいよねっていうのが、まあ、一番最初、こう何よりも早くちょっと事業化スタートを切りたかったので、そこの部分で、まあ、私たちが女子高生であるっていうことから、まあ、女子高生を対象にしたものを最初作っていたんですけど、そこの結構男子版も欲しいっていう声も結構聞くので、そこの部分も、まあ、いつか実現できたらいいなというふうに思っています。なるほど、なるほど。そうなんですね、意外。そうか。ちなみにちょっとビジネス的な話になると、投資受けてるってことは、将来的にはそれ、なんか、どのエグジットとしてはどういうのを目指してるとかあるんですか？そうですね。喋っちゃいけない。ありますね、まあ、あんまりそんなしっかりというか考えてないという部分もあるんですけど、エグジットという形でできたらいいなというふうには考えてますね。なるほど。ね、まだそのエグジットがどういうのがあるかのかまで彼女はそこまでまだ分かってないかもしれないんですけども、今、まあ、いくつかの投資家の方々でこういう業界に興味を持っている方がいらっしゃるので、まあ、そういうところに売却するとかっていうのもあるかなとか、そういう話とかは、まあ、以前はさせてもらってたことなんですけども、まだ高校生の時ですけどね、そういうふうな道がありますよとかっていう話はさせてもらったことありますね。なるほど、なるほど、わかりました。そこら辺も、まあ、そうですね、自然体でどういう選択肢があるのかとか、どれがいい、うん、ベストなのかとかっていうのを走りながら考えていくって感じですかね。そうですね。なるほど、わかります。その辺は調べながら、お話を聞きながら、いろんな経験をしながら決めていけたらなというふうに思ってます。それ大学で学べんじゃないの？学べる学部じゃないの？違うの？あ、まさに今学んでるところで、まあ、今私1年生なので基礎科目しかやってないんです。受けられてないんですけどまだそうか、はい、大学1年生なのか、失礼しましたすごい。はい、山田さんからいただきました。ありがとうございます。ファッションについての情報発信をラジオにした理由は何でしょうか。 YouTube やウェブマガジンなどの媒体もあるかと思いますが、ということです。確かに、うん、手軽に聞けるってどこだろうって思ったのがきっかけですね。 YouTube ってやっぱりコンテンツとして、まあ、例えば 2,30 分のものだったりっていうのがあるじゃないですか。で、 YouTube で例えば将来について考えよう、じゃあファッション業界の人に話を聞こうってなると、やっぱりどうしても硬くなっちゃうと思うんですよね。なんかでもそこの将来について考えようって、私たちの世代で言うとやっぱりちょっとどっか意識高いとか、そういう風な風潮っていうのがあったりしていて、もっとラフに、でラジオも10分ぐらいのものを、3本とかそういう風に分けたりしているので、なんかのながら聞きだったりとか、音楽聞くんじゃなくて、じゃあ今日ポッドキャスト聞いてみようかなっていう風に、なりやすいのかなっていうのでラジオを選びました。でウェブマガジンに関しては、まあ、文字、最近の女子高生とか、まあ、男子高校生もそうだと思うんですけど、まあ、学生って、まあ、最初の数秒で読むか読まないか決めるってよく言うじゃないですか、うん、まあ、実際に
まあ私たちもインスタのこうリールだったりとか、まあ、投稿を見るときも、まあ、2、3秒で次にスクロールしちゃうんですね。その中で、まあ、ウェブマガジンよりもやっぱり最初にながら聞きできるものの方が需要に合ってるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なるほど。私も実はこの山田さんと同じ質問でなぜラジオって言ったんですけどここがねやっぱり現役性が強いとこかなと思うんですよ。いやだからラジオの方がみんなが見るからとか聞くからって言われるとそうなのかっていうしか私たちないのかなと思いまして、うん、確かに確かにそうですね。我々からだと想像できないですね、うん、こういうウェビナーっぽいとこのとかでもないダメウェビナーらしいですね。そういうことらしいです。学生は参加しないですね。学生は参加しないですね。なんかそうか、そうなの。なんかこう、まあ、わざわざそのこういうことがあるから調べてで URL を見てってなるとやっぱり学生は参加しづらいのかなって思いますね。へえ、すごい。勉強になる。で、私大学にいるじゃないですか。で、高校生って営業対象なわけですよね。大学に来てもらわないといけないから。で、まあ、私は広報にいるわけじゃないんですけども、大学の広報がどうやってうちの大学に来てもらうかっていろいろ考えるんですけど無理なんですよね。今の高校生が何を見てくれるかわからないので、なのでこう彼女たちみたいな媒体に、まあ、メディアとしての手伝いしてもらえないかとかもちょっと考えてはいるところです、大学として。なるほど、なるほど、うん、確かに。ちょっと勘繰りすぎかもしれないんだけど、放課後マネキンのね、イラストってちょっと昭和チックだなと一瞬パッと思ったんだけど、でこのラジオっていうのなんか昭和っぽいなっていう、そう狙ってやってるのか、でもぐるっと回って今そこに来てるのかなと思ったんだけど、なんかそういうものなんかいいなっていう、ちょっと昔のもの使えるなみたいな感覚ってあったりするのかしら。まあ、レトロポップが流行ってるとかそういうのはあんま関係ないかもしれないんですけど、まあ、ロゴとかっていうのも、まあ、どういうものだったら可愛いっていうのをもう本当に、まあ、ロジックでまあ一応考えはするんですよ。最近こんなものが流行ってるからこんな色味にした方がいいんじゃないか、じゃあこんな風な、放課後マネキンも女の子の制服の格好をしてるんですけど、制服やっぱ制服っていうのがキャッチーだから分かりやすいし、女子高生って分かりやすいし、そういうものにしようっていうふうに考えはするんですけど、最終的にやっぱりそれを見て可愛いって思うかっていうのは彼女たちに聞いてるんですよね。これのデザインどう思うって言われて、ちょっと微妙って言われたら、そこまでがどんだけ綺麗にこうハマっていたとしても、じゃあちょっと一回戻そうってなったりするので、そこの価値観が共有できてるっていうのは強みかなって思います。勉強になるわ。勝てないですよね、これを私たちでは絶対に。いや、なんか、確かに、今更、私がラジオ聞いてますって言ったら、もう杉原さん、やばいですね、化石ですねとか言われそうだけど、女中高生がラジオ聞いてんのねって。そうなんですよ。だからもうその女子高生とか向けの何かマーケをするときに、もう私たちが一生懸命話したら違う方向にしか進まないってことしかわからないと思いません。なるほど、そうですね、おっしゃる通りですね。宮山さんからですね、女子中高生が集まっている都市近郊の上高駅近くの、商店街空き店舗等ありそうですがいかがでしょうか。ね、ちょっとお話を詳しくお聞きしたいです。おつなぎします。ありがとうございます。ありがとうございます。確かに。空き店舗、商店街、いいかもしれないですね。はい。海下さんで合ってるかな。特に日本の女子中高生のファッションは海外にも影響を与えると思います。将来にこのビジネスモデルの海外展開もお考えでしょうか。おーちょっといきなりビッグになりましたね。正直なところまだそこまでは考えられてないです、ごめんなさい。枠を超えろ、枠を。ただもともといたメンバーが今いないのか、海外にいたりとかするか。そうですね、今、うん、もう行ったのかな、今マレーシアにいたりするので、なんかそこのねつながりとかは大切に、なんかもっと大きくできる、まあ、このレンタルでそうなるかわからないんですけど、うん、まあ、いろんな方向でその時に
今だって思うときに海外展開もできたらいいなって思いますね。そうですね。え、ちなみにそのもし聞いてもよろしければ、その元いたメンバーの2人は、はい、あの卒業されて、プルジョーさんだけがこう授業としてやっていかれるって決めたのはどういう経緯なんですか？そうですね、いやでも、まあ、彼女一人二人ともその進路関係でちょっと、まあ、卒業っていう形になったんですが、まあ、その当時、まあ、その当時で、まあ、今もなんですけど、まあ、まだ私のやりたいことって終わってなくないって思ってやっぱりここを始めたきっかけ、その当時にもう本当にさっきプレゼンでもあったように、まあ、何のために会社をやってるんだろうっていうふうに一回立ち返った時期でもあったんですね。で、自分として、まあ、なんで会社をやってるんだろうってなった時に、やっぱりこれがやりたいからとか、これを実現したいからって始めたものだったなって思って、で、ってなった時に今支えてくれてる中高生のメンバーがいて、この2人がもし例え進路で、まあ、卒業っていう形になっちゃったとしても、まあ、全然自分って、まあ、1人じゃないって思ったんですよね、その時に、まあ、元いたメンバーは卒業しちゃうかもしれないけど、まあ、もしかしたら何年後かに戻ってくるかもしれないし、ってなった時にこの今いないこう卒業してる期間って何なんだろうって思った時に、まだ私続けたいっていう思いがどっかにある、どっかって結構あるなって思って、今辞めたら後悔するって思ったので、続ける、私だけ続けるっていうところに決断をしました。なるほど。その時のは割といろんなエピソードがあるんですけど、やっぱりその辞めていく2人がもうすごく悩んだと思うんですよね。で、泣きながらなぜ辞めたいかっていうのを株主にこう説明するんですけど、やっぱ株主の方ってこれぐらいの年の娘さんなり子供さんがいらっしゃる方が多かったんですけど、やっぱりこの年でここまで進路について悩んで泣かなければいけないような決断ってすごいなっていうふうにちょっと感動したのは覚えてますね、今でも。なるほど、みんなが、まあ、本当に向き合って出した結果ということなんでしょうかね、感動した。なるほど、いいね、いい青春だわ、羨ましいです戻ることはできないのでねそうですね、本当ですよね、戻ると、まあ、今もそうなんだけど戻ることできないから、まあ、精一杯生きるに尽きるなと思いますけど、あ、村右衛門さん浜松の方なの？そう。あ、なんだ、あ、結構浜松にもあります、古民家もありますやり放題になるんじゃない古民家私使いたいな私にやらせてください、うん、おばさんだけど、どうしてもうちの大学京都なので、東京の事情がやっぱり私もこっちなのでわからないんですよね。で、彼女たち東京で今活動してるから、なかなかその地理的なこととか私とか全然わからないので、まあ、京都大学も実は新丸ビルしかオフィスを持ってないので、あそこは違う、女子高生は違うとかって言われてしまってますし、やっぱりその辺の情報とかを、まあ、そちらにいらっしゃる方とかにもらえるとありがたいなと思いますね。あ、なるほど、なるほど。え、ね、狙いはどこなの？浜松もすごいスパスって本当素敵なところだけど、いや、私は古民家でやります。上島さんの狙い的にはどこなの？ここ。そうですね、まあ、若者が集まる街、渋谷、新宿あたりだとすごく嬉しいですなるほど。あ、やっぱり そこは変わらないのね。若者が集まる街は渋谷、新宿なの？そうですね、私自身中高が渋谷だったんですけど、そこは変わらないと思いますね。へー、らしいです私丸の内のオフィスはいらんって言われました貸すって言ったらちょっと人が来ないかなってはっきり言われましたなるほど、なるほど。渋谷か。じゃあ東急さんとか今日来てらっしゃらないのかしら。なるほど、ちょっと考えます。ありがとうございます。ありがとうございます。つなぎますよ、行ってみよう。はい、あ、南雲さん再来週浜松に行きますのでご一緒に行きます。スタートしての推進の委員とかやってるんですよ。これ後ろ浜名湖なんだけど、
ね、だから、浜松のつながりで今こういうコメントが入ってるということですね。なるほど。浜松にもね、女子中高生たくさんいると思いますんで、ぜひ。渋谷区の。これは強い。これでもあれだね、あのスマートシティインスティテュートって今220何自治体入ってくださってるんですけど、渋谷もすごいアクティブなメンバーですね、うん、渋谷区。だからうちの中で一回サロンとかやると、あのもしかしたらいろんな自治体の方でね、そのターゲットにしたい自治体の方をお呼びすることができるので、なんかつながるかもわかんないですね。渋谷もいるし、もちろんいろんな、まあ、の町の方もいらっしゃるので、浜松ももちろん入ってるし、ちょっとそれ次考えてみましょうかね。なんかそうですね、ちょっとそろそろお時間そうですね、スタートアップやってる渋谷のメンバー協力ですよね。あの我々のセブンミニッツにもそうね来てくれてます。はい、ということでそろそろお時間なので、ちょっと最後にお聞きしたいこととか何かあればなと思うんですけど、どうでしょう。あのそうだ、せっかくなのでちょっとあんまり見てない、年齢関係なくだと思うんですけど、なんかこの一歩踏み出すとか枠を超えるとか、いろいろなメッセージをもらって、まあ、その生き方自体を多分人に進めていきたいなと思ってらっしゃるんじゃないかなと思うので、古城さんと中原さんから一言ずつ、なんかこう枠を超えるとか一歩踏み出すみたいなところでメッセージをいただければなと思います。どちらから先にします？私が言って締める感じにします？あ、そうしましょう。あの塩井さんがね、そうですね、私はまあこの、まあ、高校生の授業っていうのはほとんどなくて、まあ、実際はもう少し若かった南雲さんとかを相手にすることとかも多いんですけども、あの先ほどちょっと出ましたけども、どういう人が伸びるかっていうのってやっぱり素直な人なんですね。それは子どもであっても大人であっても周りの意見とかを素直に聞いて判断する人っていうのがすごく多くて、ちょっと大人になるともう自分の価値観とか結構決まってて、なかなか話は聞くけどもそれを素直に受け止めることがデモとかだってってことが多いと思うんですけど、そこはちょっと私も含めてこれから人の話をもっと素直に聞いてやりたいことをやっていけるような、あの、まあ、今後の人生のためにもあのそのようなあの送り方とかをできたらいいなと思いますし、皆さんもそのように頑張ってほしいなというふうに思います。ありがとうございます。素敵。はい、中原さんのような方がいらっしゃるからね、こういう若い方々もどんどん育っていかれる。ありがとうございます。そうだったら嬉しいですけど、ありがとうございます、はい、では古城さんお願いします。はい、そうですね。まあ、中高、私が高校生の時に起業した時もそうだったんですけど、まあ、今やんなかったら、後々後悔するって思ったことって、まあ、やっとくに越したことはないんですよね。とりあえず一歩踏み出してみて、ダメだったらやめたらいいし、やっぱそういうでもマインドって、大人になっていけばなっていくほど、なんかちょっと、なんだろう、まあ、一歩、踏み出すのにちょっと躊躇したりすることもあると思うんですけど、まあ私自身もそういう初心を忘れずにこれからも頑張っていけたらいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ぜひお二人あの後で Facebook 申請しますんでつながっていただければと思います。はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ南雲先生にお返しします。はい、お二人ともどうもありがとうございました。あのね、なんていうのかな、やっぱり人生やりたいことやるっていうのが王道だね。そのメッセージだったと思います。で、多分、古城さん、あれだな、あの、シリアルアントレプレーナーになりそうだなと僕思って聞いてたんだけど、多分ね、この楽しさを知ってしまったから、苦しいことがあっても、前へ進んでいかれるんじゃないかなと思っています。で、僕らもなんかお役に立てることがあれば、何でも声かけていただければと思いますので、引き続き、あの、どうぞよろしくお願いします。今日本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、土屋さんよろしくお願いします。はい、事務局の土屋です。本日も本当に、フレッシュなお話ですね、聞かせていただきました。ありがとうございました。多分、このウェビナーでは最年少出場ですかね。古城さんがね、多分そうなると思いますが、本当にありがとうございました。楽しかったです。最後にですね、事務局の方から今後のウェビナーについてご紹介させていただきます。今週はですね、今日のこの古城様の主張、このプログラムで終了ということですね。で、来週が1週間、リビングラボとサーキュラーエコノミープラスということで、横浜市のですね、リビングラボに書かれている、関係者の皆様、議員の皆様もですね、たくさんご登壇されますけども、1週間連続でですね、
地域循環型の経済ということでですね、横浜の取り組みをご紹介いただきます。今絶賛申し込み受付中でございますので、ぜひお申し込みいただければというふうに思います。それからその翌週以降ですね、セブンミニッツ、今日の杉原さんが登壇されます27日次回ございます。こちらの方も今募集中です。参加者ぜひご参加ください。その後も順次ですね、予定入れていきます。それから10月24日これ別枠ですけども、日曜日の午後にですね、浜松市、今日先ほどの話ありました村山さんがありました浜松のイベントをですね、私どもでやります。こちらの方には浜松市長の鈴木市長様にもご登壇いただきますので、ぜひこちらの方もお申し込みいただければと思います。で、ちょっと先ほど言われましたけども、アンケートがですね自動配信されていますので、この後ご協力お願いしたいと思います。で、私どもスマートシティインスティテュート、先ほどのお話にもありましたが、今会員が480、自治体がですね、の皆さん約220ご参加いただいております。どんどんネットワーク広がっております。参助会員という形で、自治体の皆様、それから大学、それから非営利の団体様ですね、は無料でご参加いただけますので、ぜひこの機会にですねご入会ご検討いただければというふうに思います。それから個人でフォローの場合ですね、各種 SNS で、いろんな情報を配信しておりますので、こちらの方もフォローしていただければというふうに思います。はい、事務局からのご案内は以上となります。それでは本日も遅くまで、ご視聴いただきました皆様、それからご登壇者の皆様、お疲れ様でございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。